中電はダッキーです。今日はね、ペトリ F2 の、写真などを紹介するという予定にしとったんですが、先日のライブでね、ちょっとニコン F3 のね、製造ロットのことについてちょっと触れまして、その時知識が十分でなかったのでね、詳しい説明をできませんでしたので、今日はね、そのニコン F3 だ、F3 の、製造ロット記号のことについてちょっとね、ちょっとだけ詳しくやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、ニコン F3 の製造記号ロットですね。ニコン F3 はね、20年間にわたって発売され続けたためね、いろんなバージョンがある、相当たくさんバージョンがあるみたいです。でね、この蓋を開けまして、で蓋を外すとね、この外したところにね、印字されています。僕のはね 65VL でした、65VL でしたね。これどういうことかというと、まあ、紙に書きましたか、ちょっと M 間違っちゃってるけど、65V、これ M って書いてあるの、僕の L でした。これね、この一番最初の桁がね、製造した月になるらしいです。これ1から9と OND です。1月から9月。O が10月、N が11月、D が12月。オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバーの略でしょうね。で、これがね、製造した年度の一番下の桁です。つまり、僕の製造番号、これ何番だったっけ ?145-8488 という製造番号ですけど、この番号とこの数字を考えると、まあ間違いなく1985年だなと。F3 はね、200までなんかあるらしいんで、それに近いものでこれが5だったら、1995年製造ということになるんですよね。で、この V、V はね、標準タイプのニコン F3 らしいですね。T がつくとチタン。で、O や P だとリミテッドになるらしいです。で、この最後の L とか M とか、これはね、A から始まるらしいんですけど、使用識別ということですね。つまり、一番最初の使用、まあ、最初の設計が A。で、B、C、D、E、まあ、その進むに従って新しい設計になっているらしいです。でね、これカメラのなにわさんのね、サイトでね、結構詳しく書いてあるんですが、まだニコン F3 は製造期間が長いため、細かい仕様変更も施されております。ニコン F3 初期からの変更点。シャッターダイヤルのバルブの色がオレンジから白になった。多重録音レバーの形が太い形状から細い形状になった。グリップ素材の変更。一番最初はね、ビニールレザーだったらしいですね、グリップ素材が。それがゴム素材になったと。で、オーバーホールされるとゴム素材に変えられるらしいです。で、A ロックボタンの高さが低かったのが高く押しやすくなった。オーバーホールの際に現行品に交換される。これも現行品に交換される。イルミネーターボタンの形状が押しやすくなった。シャッターダイヤルの A ポジションからのロック解除ボタンの高さが高くなり、プラスチックのガードがついた。アーサー ISO 感度の表示リングの部分がストレートの円筒形だったのに段差がついた。オーバーホールの際にこれも新型のものに交換されるということですね。で、前板の形状、マウント側から見て11度1の方向に突起ということですね。ここに僕のは突起がついてますけど、これが初期のものには突起がないらしいです。他にもいろいろあるらしいんですが、まあ、これ以上のことはちょっとわからないということですね。で、この突起がついているやつ、ここに突起がついているやつは、ニコン F3AF が発売された以降のカメラになるらしいです。つまり、ここになんか AF は接点があったんですよね。で、その接点を設けるために、そのダイキャストに、この出っ張りがついたんですが、その AF の、ニコン F3AF と標準のボディを、まあ、ダイキャストを共有化されたんでしょうね。
で、新しい、ダイキャストになっているみたいです。でね、前回のライブで、その、印字がないという方がおられました。これがね、1980年製造のニコン F3 には、製造ロット記号の印字がないらしいです。80年だけ印字がない。81年以降には、この製造ロットの、印字があるらしいですね。でニコン F3 ね、ものすごいたくさんの個体が、発売されてね、いろんなそのバージョンがあるという、まあ、基本的に性能は全部変わらないものなんでしょうけどね。まあ、細かい仕様変更されて、その度に記号が変わったということで、まあ、僕のは VL なんでね、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L なんで12番目。なんとね、1980年から85年、たった5年間の間にね、12回目の仕様変更を受けたということになるみたいですね。結構細かく仕様変更されたんですね。まあ、性能が一緒だからまあいいっちゃいいんでしょうけど、確かにこれグリップはゴムだな。うん。最初はね、なんか、ベンツのね、皮巻きステアリングかなんかの皮と同じものが採用されたらしいですね。これジグジアールさんのなんかこだわりかなんからしいんですが、それがね、滑るということでね、プロカメラマンとか、まあ一般ユーザーからもそうでしょうけど、不評だったということでゴムに変更されたというみたいですね。ではこれ85年のカメラですが、ゴムはまだね、グリップのゴムはね、もう生々しく生きております。この辺がやっぱミノルタと違うところですね、ニコンの。非常にね、耐久性の高いゴムを使用されておるようですね。このカメラね、オーバーホールされたかどうかはちょっとわからないんですが、オーバーホールしたら新しいグリップに変更されるということで、もしかしたらオーバーホールされてるのかもしれないですね。まあ、こんな感じでね、そのニコン F3 のね、製造ロット記号、まあ、固有記号じゃないな、製造ロット記号のことをちょっと詳しく掘り下げていきましたが、ちゃんとね、確認したい方はね、カメラの何話のね、タイトルが、ニコン F3 の製造年による違いについてというタイトルね。これ、説明欄の方にリンクを貼りましょうかね。リンクを貼って、まあ、行きやすいようにしておきます。よいしょ。まあ、別にね、その、それがね、分かったところでどうということはないんですが、これから買う人にとってはちょっと有益ですよね。なんでかっていうと、ニコン F3 っていうのは電子カメラです。で、電子カメラのね、電子パーツっていうのはね、新しければ新しいほど良いに決まってます。そんなわけでね、この蓋をね、ちょっと、検品の時にね、買う場合ね、検品の時に蓋を外して、ここでね、製造ロット、僕のは65ですから、1985年6月、一番最初が月でその次は年ですからね、これを確認して、ね、ちょっとでも新しいものを買うっていうのがね、一つのポイントになってくると思います。まあ、ちょっとでもね、故障の確率を減らすためには新しいものが良いんでしょうね。ただ、あんまり新しいのも微妙かもしれないです。2000年ぐらいになってくると、どうでしょうね。日本製の半導体っていつまで製造されたのか。まあ、基板がどうなるのかとか、なんか新しい基板ほど壊れやすいっていう話もちらほら聞きますし、まあ、F3 の基板がね、その壊れやすい基板に変更になったかどうかはわかんないんですけども、ぶっちゃけた話、1980年代終わりぐらいのがちょっといいんじゃないかなと思ったりもしますが、ここはちょっとね、憶測なんでね、あくまでも憶測の範囲を出ません。まあね、手に入るものが、入手するっていうのが、まあ一番簡単な方法ではあるんですけども、まあこの辺を判断基準にしてね、今から買う方は選択していくのかなと思いますね。まあはっきりした情報わからない、ところがありますけどね、この僕の、いただいたね、ニコン F3 は1985年時点でもう12番目の仕様変更を受けているということで、まあ恐ろしく細かくね、仕様変更されているということでね、まあどれがどれかわかんないっていうのはね、状況になると思います。で、オーバーホールされると新しいものに交換されていくということで、
よほど大きなね、部品でない限りはね、新しい良いものに交換されていく。ニコンのね、オーバーホールサービスだとね。ということでね、オーバーホールを受けた、経歴がある個体は、部品が変わっていってるので、またこれもね、ややこしいところではあるんですが、ただ、ね、基板とかはね、オーバーホールでは多分変えないと思うんで、故障したらね、新しい基板に変えるとは思うけど、まあ F3 ですからね、早々は故障しないんで、基板が変わっている個体はかなり稀なんじゃないかなと思いますね。はい、今日はね、ニコン F3 のことに、興味がない方には全く関係のない動画になっていくんですが、一応ね、その、この間のライブでね、ちょっと、不明確な情報しか出せなかったんで、私もなんか、まだ調べる段階でね、完全に把握してなかったっていうのもあるんですけど、申し訳ありませんでした。今ね、そのニコン F3 とキャノンニュー F1 のね、比較の動画を作るためにね、ちょっとずつ勉強している段階なんですね。特にね、ニコン F3 のことはほとんど何も知らなかったんで、もう勉強していくしかないんでね、まあ、しっかり分かった時点で、ニコン F3 の、とキャノンニュー F1 の動画、まあ、比較する動画を作っていこうと思います。でね、以前ね、ニコン F3 の紹介の動画だったかな、キャノンニュー F1 はチタンフレームっていうことをね、お話ししましたが、完全に私の記憶違いで、共にジュラルミンのフレームを搭載していたみたいです。どちらもね、で、まあ、完全に記憶違いだったんで、本当に申し訳ありませんでした。この場を、お借りして、お詫びいたします。はい、今日の動画はね、ちょっと簡単になりますが、まあ、こんな感じでね、ニコン F3 を今から購入される方は、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。で、もうこれ以上詳しいことを知りたい方はね、もう調べるしかないんですが、あんまり出てこないです、情報。まあ、カメラのアニマさんのね、ページ、とりあえずちょっと見てみてください。はい、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはケンちゃんさんから2枚ですね。作品投稿です。同じく万博記念公園からです。ニコン D7100AFS18135F3.5 から5.6GED、朝日ばっかですが、それしか撮っていませんということですね。2枚目はね、レンズは同じですが、ローゲンズをしていますけど、ナチュラルから風景、ちょっとプチドラということですね。で、写真なんですけど、前回とほぼ似たような場所から、これ1枚目はね、かなり早い時間、夜が白み始めてちょっと赤くなってきたぐらいの時間ですね。で、2枚目はね、太陽が上がってきている感じですけど、レンカマン、キットレンズに近いもんですね、18135なんでね、非常に良い写りになっておりますね。まあ、デジタルということでね、何枚撮ってもまあ、もったいなくないんで、こういう撮影には本当に向いてますね。ローゲンゾーということでね、僕、ローゲンゾーほとんどやんないんですけど、やってもあんまり意味がないんで、色が見えないんで、ローで撮って、現像するだけみたいな感じなんでね、ローゲンゾーして、まあ、いろんな加工をするのも、まあ、面白いですよね、デジタルはね。私にはできませんが。はい、すみません、ケンチャーさん、ありがとうございます。次はね、イクオさんからの投稿ですね。2枚かな。おたっきーさんお疲れ様です。東京都調布市にかつて存在した富士カラーサービス調布センター現像工場の跡地を撮影してきました。僕もこの現像所に大変お世話になりました。フィルム、ケントメア100、カメラペンタックス LX、レンズが SMC ペンタックス A ズーム 3.5 から 4.5 マクロ、3570なのかなこれ。使用的には35ミリ付近、現在はデジタルプリントの業務をしているみたいです。いえ、2枚目は先ほどの1枚目の写真タイトル、1枚目の写真タイトルはお世話になりましたってことですね。2枚目はね、富士フィルムの奇跡。こちらもケントメ100、ペンタックス LX、SMC ペンタックス A ズーム、3.5 から 4.5 マクロですね。僕は白黒フィルムネオパン SS から始めました。もうネガカラーフィルム出さないでしょうね。ということで作品なんですけどもね。まあもう現在はね、デジカメ撮ったら、写真にしようっていうことになってるんですがね。まあこれは昔はね、違うことに
書いてあったんでしょうね。富士フイルムの工場、私はね、あっちこっちで見ます。静岡県とかでも見ますけど、調布の工場は見たことがないです。ケント面100でね、結構コントラスト高めに撮られておりますね。はい、一光さんありがとうございます。次はね、デジロイドさんからで投稿1枚、初投稿ですね。お仕事お疲れ様です。デジロイドと申します。初めて投稿させていただきます。作品名、やっぱり赤が好き。カメラキャノン EOS 5D、50mmF1.8STM で撮られてますね。毎日格好動画がラジオ代わりに楽しく聞いてますので、ありがとうございます。で、作品なんですけどもね、これ EOS 5D の初代でしょうね。初代なんですが、これ赤の発色が非常に良いですし、ディテールも非常に高いものになってますね。60円っていうね、まあ、安い値段、瓶コーラの値段ですけど、今もう60円だね、違うと思うけどな。非常にいい写りになっておりますね。僕も EOS 5D 持っていますのでね、たまには出さなきゃいけないな。今度 5D と 5D マーク3の取り比べでもやりますかね。はい、デジロイドさん、投稿ありがとうございます。次はね、北野隆さんの作品で、1枚かな。こんにちは。今回は1枚投稿します。前に動画で見て欲しいなと思っていたオリンパス3号 ED を北村のジャンクコーナーで発見し即購入。コンパクトでパシャパシャと撮れて良いですね。次はマニュアル撮影できる SP か RC が欲しくなりました。写真は9月の頭に撮影。初めて行った公園でまだひまわりがたくさん咲いていましたので撮影しました。タイトルはもうすぐ終わる夏。カメラオリンパス3号 ED、コダックカラープラス200で撮りましたということで写真なんですけど、カラープラス200は結構黄色が伸びると思うんですが、これ非常に良い黄色になってますね。露出はやや軽くオーバーぐらいでしょうけど、カラーネがこのぐらいがいいんですね。映えるんですね。非常に美しい写りになっていると思います。はい、北野隆さんありがとうございます。さすがですね、北海道。9月でもひまわりが咲いているということですね。はい、次がね、一路さんの作品ですね。おたきさん、長距離運転お疲れ様です。作品投稿お願いします。お題は威嚇。カメラニコン F、マイクロニッコル 55mmF3.5、富士カラー400で撮られております。で、写真なんですけどもね、カメラを向けたところでね、カマキリがこれ攻撃態勢になってるんですね。何を勘違いしたか、お前写真撮ってるだけだぞ、みたいな感じですけど、マクロレンズでね、非常に良い写り、これ色が濃く撮れてますね。ニコンのね、マイクロニッコル 55mmF3.5 ということで、まあ、カラーネが400ということですが、非常にいい色で撮られておると思います。でね、今回北野隆さんのこのひまわりの写真ね、去りゆく夏っていうか、もう夏終わりましたが、惜しむように、美しいひまわり、かなりインパクトが強い、構図で撮られておると思うので、タイトル画面にさせていただきます。はい、作品投稿ありがとうございました。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今回はね、初投稿ですね。フリートコマンダーさんから、俺のカメラですね。俺のカメラ、キャノン 4SB と F1N です。どちらも活躍中ですということで写真なんですけどね。まあ、F1N は持ってるんですが、これワインダーですよね。羨ましいな。結構見た目的にはワインダー A にちょっと似てる感じかな。でね、4SB はね、貝じゃない方ですね。レンズはこれ 50mm の F1.8 かな？うん、1.8 ですね。で、キャノン 4SB 回じゃない方ということで、シャッター速度が1000分の1、500分の1、200分の1、100分の1で切り替わるタイプですが、4SB 回でも回じゃなくてもね、結構ね、高いんですよね。手が届かないカメラになります。そのうち仕入れたいとは思いますが、キャノンのね、バルナクライカコピーのレンジファインダーカメラ、非常に出来が良いのでね、
キャノンセブン以外でも使ってみたいと思っております。はい、これのカメラのコーナーで、ね、投稿が非常に少なくなってきておりまして、間違いありませんので、ぜひぜひ投稿くださいませ。投稿のルールわからない方はね、この動画、私のチャンネルの概要にね、投稿のルール、書いてありますので、そちらを参考にして投稿ください。はい、ここからはね、教えてオタッキーのコーナーになってまいります。はい、教えてオタッキーのコーナー、今日は秋潤さんからの教えてオタッキーですね。教えてオタッキーさんに投稿です。オタッキーさん、加水分解の対処法と清掃後の保存方法を教えてオタッキー。私ごとミノルタアルファ7000を保管用に仕入れました。お金はないけど男のロマンです。一応アルカリ電解水できれいにしました。その後シリコンを塗布したらプラスチック長持ちしますか、ご教授くださいということですけど、まずね、加水分解なんですが、これね、これで落とせます。これね、ライターオイル、これ100均のやつですけど、ライターオイルです。まあ、ベンジンに近いものが入ってるんですが、まあ、ベンジンでいいと思いますね。をね、綿棒につけてね、シャッター膜なんかが汚れてる場合は優しく優しく拭いてあげます。で、完全に汚れを落としてから使うと。でね、多分ね、また汚れてくると思うんですよ。なんか繰り返すことになります。最終的には汚れなくなります。これ不思議ですよね。タンパーゴムがなくなるのかな。なくなったらなくなってて問題が発生するだろうけど、今のところ僕はね、その、汚れなくなったカメラで不具合が出たことはありません。ただね、教えて、動画にしたいんですけどね、シャッター膜が汚れてるカメラが今ないんですね。まあ、こういう時に限ってないぞと。そんなわけでね、まあ、ミノルタとキャノンでも違うかもしれないし、そこはちょっとやってみないとわからないのですが、まあ、その、加水分解したゴムですので、溶剤で溶かして落とすっていう考え方では間違ってないと思います。あんまりジャバジャバつけるとね、カメラに悪影響を及ぼすので、綿棒に染み込ませて、それも優しく拭いてくださいね。シャッター膜に圧をかけないように。で、ミラー側からと、裏側から、を繰り返して、優しく拭いてお汚れを落とすという形になりますね。で、プラスチックの話なんですけども、シリコンスプレーをね、かけると一時的な保護にはなりますが、まあ、古いね、プラスチックですでに劣化している場合は、どうでしょうね。かけるとまずいんじゃないかなと思うけどな、もうすでにね、劣化しているものにはかけない方がいいかもしれません、もしかしたら。まあ、シリコンスプレーは一応ね、プラスチックを侵さないということですけど、すでに劣化しているものにかけたことはないのでわかりません。まあ、経験がある方、もしありましたらね、コメントよろしくお願いします。はい、今日の動画ね、こんな感じになっていきます。ちょっとね、ネタがね、足りないのもありますが、今回はね、ニコン F3 のね、ロット番号についてね、ちょっと説明していきました。まあ、これが合ってるかどうかはちょっと微妙なんですけどね、もう知る手段がほとんどないような状況にはなりつつあるね、もう古い話になってきますので、あとはね、各自お調べいただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。来週こそね、ペトリ F2 の動画上げていくと思うんでね、またご期待くださいませ。でね、今ね、ちょっと写真が撮り進んで、全然撮り進んで、雨ばっかなんでね、ちょっと苦戦しております。体調不良も手伝ってね、ちょっとした晴れ間の時にもね、元気がなかったりね、撮れなかったりもまあしてるんですけども、一応ね、複数のカメラで撮っておりますんで、頑張って撮っておりますんで、動画がね、切れ目のないようにね、頑張ってアップしていきますんで、応援してください。よろしくお願いします。でね、ここまでで高評価、コメントの方ね、よろしくお願いします。コメント返し非常に遅れておりますが、頑張って全部返していく予定ですのでね、何か感じたこととかありましたらコメントよろしくお願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひとも高評価の方ポチッとよろしくです。でね、チャンネル登録者の方はね、ペースがね、無事に戻ってまいりました。月100名ペースぐらいで増えていっております。5000名を目指してね、頑張っていっておりますね。まあ、来年の1月か2月ぐらいには5000名突破していく計算になっていくのかな。まあ、頑張っていきますんでね、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。